どうも皆さんこんにちは。それでは、令和元年度の行政書士試験合格者インタビューなんですが、今回はですね、豊村ゼミの皆さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらからね、ご紹介しようかと思うんですけども、野田さやかさん、そして石橋浩二さん、そして佐藤勝彦さんのお三方ということになります。よろしくお願いします。お願いします。さて、早速聞いていきたいんですけども、どっちからどっちの順番がいいですか？ゼミはね、ゼミの当たっていく順番は佐藤さんから、はい、で石橋さんが一番後ろにいて、野田さんが最後でした、ね、あ、野田さん途中か、真ん中でしたよね、はい、じゃ あ, 今日は野田さんから、はい、行こうかと思うんですけども、はい、野田さん、そもそも行政書試験受験のきっかけみたいなものって何かありますか？ですね、私は、勤務で社会保険労務士をしておりまして、はいはいはい、職業は勤務者労使なんですけども、はいはい、外国人雇用が増えてきたこともあって、うん、行政書士の資格を持っていると幅が広がる。なるほどなるほど、入管とかそういう感じですね、はい、あ、なるほど、そういうことですね、はい。じゃあ石橋さんは？はい、僕は自分で自動車と保険の関係の仕事をしているんですけど、はい、その中で交通事故とかで、うん、法律に携わったりすることで勉強しようかなっていうので、お客さんの方で司法書士の受験生がたまたまいまして、はい、それで、まあ、行政書士取ったらいいんじゃないのかなっていうアドバイスもあってやってみよう。あ、なるほど。じゃあ自分のこうお仕事の関係でやっていこうという感じだったんですね。なるほど、そうですね。さあ、それじゃあ佐藤さんはどうでしょう？はい、私の次女がの結婚の相手が中国出身の相手を、あ、はい、と結婚ということで、はいはい、まあ、日本に来て日本で生活をするということで、まあ、紹介があって行政書士さんに来ていただいて、その手続きをしていただいて、それがきっかけで、ああ、行政書士さんというのはこういう仕事をするのかっていうのがきっかけです。なるほど、はい、じゃあ皆さん結構自分の生活とかお仕事に関わって、じゃあ取ってみようという形なんですね。なるほど。じゃあそんな中で、じゃあ野田さん戻りますけれども、はい、アガルートを選んだきっかけっていうのは何かありますか？ですね、社労士を合格した時の仲間が、はい、実は2年前に豊村先生のゼミを受けて、あの講座を受けて合格していて、はいはいはい、で、行政書士の話になった時に、はい、アガルートがいいよって教えて、うん、ああ、じゃあお友達の紹介みたいな感じになりますね、はい、なるほど。石橋さんはどうですか？僕は今年で4回目になるんですけど、はい、今までがインプット中心の勉強法をやってきて、うん、頑張ってるんだけどちょっと受からないなっていうので勉強方法を考えた中で、うん、アウトプット中心がいいなっていうので、そこがアガルートさんと会ったのと、豊村先生ももちろん会って、それで、まあ、YouTube の講義見て分かりやすくて、もうこれだっていうので。ああ、なるほど、はい、お願いします。ゼミも一緒にみたいな感じだったんですね、うん、はい、ん佐藤さんは？はい、まあ、今までは独学でやってたんですけども、はいはい、まあ今年最後っていうふうな意気込みで、通信を受けてみようっていうことでいろいろ調べて動画を見させていただいた中で、やっぱり相性が一番いいのは豊村先生だということで、ただそれだけで決めました。ああ、なるほど、はい、そういうことなんですね、はいはい。で、まあ、いろんな学習のやり方とかをね、他の合格者の方に聞くんですけど、せっかくお三方来ていただいたんで、ゼミの感じとかも聞いていきたいんですけれども、皆さん、ゼミは佐藤さんが一回なんかこうご親戚の関係で、ね、はい、があってお休みされましたけど、はい、ゼミって皆さん結局一人もかけず最後まで参加されましたよ ね、はい、ですよね。だからゼミは最初1回目が始まる時っていうのはどういう感じだったんですか？ドキドキしたとか、そういうドキドキしました。ドキドキしました、はい、去年のゼミの内容がアップされていたので、それを聞いて、結構質問されるんだなっていう、はいはい、に思っていたので、はい、ちょっと予習しなくては。あ、なるほどなるほど。そうそう、ゼミはね、当たっていくのがやっぱりいいかなって感じなんですけど、石橋さんはどうですか、ゼミは？僕もそうですね、ドキドキしたのと、一方で楽しみだなっていうので、うん、まあ、自分頑張んなくちゃいけないなっていうモチベーションがすごく上がっていった覚えがあります、うん、石橋さんはもう毎回ゼミのあれもう1時間ぐらい前ですかね1時間ぐらい前に、1個前のゼミもあるんですけど、そこの中に座ってましたもんね、もう気合十分で、うん、佐藤さんどうですか、ゼミは？はい、やはり今年を最後に、今回最後にと思いが強かったんで、一番先に初日に教室に入っていった時に
もう石橋さんはいらっしゃってましたけど、もう当たるのは分かってましたんで、もう恥をかこうと思って一番前にトコ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 っと歩いてて座って、それが定位置になって、やはりいろいろ恥をかきましたけれども、その分記憶に残るということは本当だなっていうふうに思いました。よかったです。はい、確かにあの佐藤さん、僕から見てこの一番右の前の定位置で、はい、一番最初に当たっていくんですよね。はい、だ一番最初に当たるってことは、あの一番バッターと同じなんで、うん、一番多く当たるという状況だったんですけれども、はい、いや本当にね、皆さんあのゼミの時も積極的に発言されていい感じでしたよね。はい、で今日はなんかあの皆さんお三方の令和 T シャツを着て来られましたけれども、あのこれ佐藤さんの作でしたっけ、この、はい、T シャツの。私の家内がこういうものを作るのは趣味と仕事のになっていて、はい、ちょっと話をしたら、どうせ仲間なんだから何かシンボルがあった方がということで、まあ3種類ほど作ったんですけど、はい、皆に意見を聞いて最終的にこれに、はい、なるほど、旗印みたいな、旗印、なるほど、そういう感じなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかこうゼミとかを今から申し込んでみようかな、どうしようかなって迷ってる方に向けて、例えば野田さん、なんかアドバイスというか、ここが良かったみたいなのってありますか？そうですね、ゼミを受けることによって、うん、あの進度スピードをどこまでやったらいいかっていうのが測れるので、うんうんうん、はい、その点はすごく良かったと思います、うん、実はその今回の前には入門総合講座を受けたんですけども、うん、はいはい、その時にはやっぱりなかなかスピードの進度が追いつかなくて、実は終えることができなかったんですね。そういった意味で、まあ、ゼミ付きの講座を取ると仲間もたくさんいますし、あのどういうスピードでやっていくのかっていうのが分かるので、うんうんうん、はい、すごくいいと思います。そうですね、情報交換が、ね、できますしね、はい、石橋さん、なんかゼミでここ良かったっていうのありますか？やっぱり仲間ができたことによってモチベーションがさらに上がって、うん、うん、やって続けられるっていうのが良かったかなと思います、うん、皆さんすごい仲良くなってましたもんね、はい、ゼミの中で。佐藤さんはなんかゼミここ良かった、まあ、先ほどちょっとねお話しされましたけど、まあ、本当に学習の目標がこうきちっと定期で組んでいけるっていうこと、はい、と今石橋さんも言われたように、やっぱりモチベーションを維持していくということに非常に役に立ったなと思います、ね、なるほど、そういう感じですね、はい、じゃあちょっと実際のこう学習の内容というかに入っていきたいんですけれども、じゃあまあそうか、順番通りというか、野田さんから言ってみようと思うんですけど、野田さん、そのゼミの前にじゃあ演習総合カリキュラムっていうのは何月ぐらいからスタートされたんですか？合格された年は12月、うん、あ1月の頭から、あ、じゃあ年明けてから始めた感じなんですね、はい、じゃあゼミが確か2月の半ばぐらいに始まったと思うんですけど、はい、そこの時にはどのぐらい進んでたとかってありますか？そこの時にまでは民法は1回聞き終わっていました、はいはい、あ、なるほど。あの野田さんはなんか今でも印象に残ってるんですけど、あれ7月ぐらいでしたかね、はい、あの野田さんに質問されてなんか答えてる時に、演習総合カリキュラムで使う多資格セレクト問題集ってあるんですけど、そこの上に4つ資格があるんですよね。要するに日付を書くのがあるんですけど、野田さんはねもうあの7月の時点で埋まってましたよね。いや本当にできなくて、もう4つ埋まってましたでもあの講義を聞くごとに足しせれて、うん、すごく解くのに時間がかかって、はい、正直辛いなと思うことあったんですけども、はい、やっぱりこう問題を解き続けていったのが良かったのかなと思ってます、はいはい、もうアウトプットをかなりやり込んだのが良かった、はい、そうですね。石橋さん、先ほど講座をそもそも選ばれた理由がそこにあったと、アウトプットをやりたかったっていうのがあったんですけど、それには合ってましたか、あの講座は？バッチリです。バッチリですか、はい石橋さんは相当早く、例えば記述の80問とかはもう配信されたらもう1ヶ月以内に聞き終わるぐらいの感じでやられてましたね。そうですね、うん、はい、じゃあ一回りというのはどのぐらいに終わった感じなんですか？ゼミが終わるまでにもう一回りやって、あの質問を直接田村先生とにできるようにっていうので、はいはい、ゼミが終わる前には一回り終わった感じなんです。あ、じゃあ相当早いペースですね。ただあの石橋さんは、ね、今でも覚えてるんですけど、こうゼミのカリキュラムがあるじゃないですか。民法と行政法一回りしましょうって、プラス憲法やりましょうってあったじゃないですか。そしたら石橋さん途中で、このカリキュラムちょっと遅くないですかっていやもうこれ受かる人はもっとバリバリやってますよねっていう感じであの来られてたんで、いやもうとにかく石橋さん気合がもうすごかったですよね。そうです、うん、クラスのリーダー的な感じで、はい、佐藤さんどうですか？
カリキュラムは、編集総合カリキュラムは。はい、私2月の5日にテキストが届いて、ゼミの初回まで時間がなかったんで、急いでやって2月いっぱいで1回回して、はい、3月で行政法1回回して、はい、5月までのうちに憲法を入れて3回、回してというのを目標にして、はいはい、そのようにだからもう5月ぐらいにはもうある程度終わってたってことですよね。そうですね、3回転しました。3回転ですよね、はい、うん、いやすごいですね。5月までに3回転なかなかすごくないですか。あんまりこう深く、はい、なんでだろうって言わないで、はい、さらっとこう、はい、さらっとこう塗って、佐藤さん口癖ですよね。そうなんです、さらっとっていつもさらっとっていう感じで、うん、時間がね、はい、かかってしまうので、はい、でもまあ回転は何度もさせる体制に持ち込んだってことですね。そうです、なるほどなるほど、そうなんですね、はい、じゃあ少しちょっと科目で言うと、まあ得意科目は野田さん何かありました。それが ないですね。あ、本当ですか、はい、苦手は、苦手は商法。商法、商法はどうされました。商法は先生のゼミの内容とかも、はいはいはい、あ、やりましたね最後ね、はい、うん、やったんですけども全部はやりきれませんでした、うんうん、はいはい、でも商法は、うん、あれ株式とか、うんうん、その基本的なところまではやっぱりやってよかったと思いました、うん、はい、本番でも点が取れたから半分は、半分取れた、はい、もう十分ですね、半分取れればね。石橋さんはどうですか、得意科目、苦手科目とか。苦手が文章理解が、うん、はい、ああ、そうそう言われてましたよね、だいぶ。で、毎回文章理解ゼミでやったじゃないですか、うん、あれはどうでした。あ、よかったです。あれ良かったですか。本番も良かったですか。本番もそうなんですよね、はい、飛躍的に伸びて一気に合格化しておられたって感じ、はい、文章理解でもじゃあ結局苦手だったのを得意にしたっていうのはやっぱり結構演習みたいな感じですか、解いた回とか回数とか。そうですね、うん、そこはやっぱり今までと変わったんですか。そうですね、なるほど、うん、佐藤さんどうですか、得意科目、苦手科目で。特別得意っていうのはないんですけど、はい、今までの結果で言うと憲法はいつもほとんど5問、うん、あ、正解する、なるほど。その代わりやっぱり文章理解がずっと苦手で、はい、なんとか3問中2問はっていう目標を立ててやったんですけど、はいはい、まあ本番ではそれができたので、はい、あ、じゃあもうバッチリだった。そうです、なるほど、はい、そうなんですね。であのゼミは8月ぐらいには終わりますよね。8月ぐらいに終わって、あれはまあ前もそのゼミのところでも言ったんですけど、あれはもうわざと本当に8月で終わっていただいて、その後はもう何も手を広げず皆さん自習の期間に入ったってことなんですけど、ゼミが終わってから野田さんどういう感じでやられてたんですか。ゼミが終わってからはまた民法から戻って、うんうんうん、講義と足し入れをこうもう一回回していきました。そうするとじゃあまあメイン科目だけでいいんですけど、民法行政法とかぐらいでも構わないんですけど、本番までにはだいたいインプットもアウトプットもどのぐらいの回転数になったんですか。ですね、あの講義は3回か4回、あ、フルで聞かれてます。フルで聞いてます、ね、フルで、はい、なるほど。結局8月に終わった後また民法に戻った時に、うん、意外にも忘れてることがすごく多くて、もう一回聞かないととなったら、うん、はい、結構時間かかっちゃいました。ああ、なるほど。でもそこでまた記憶は戻ってきた。はい。なるほど、そうなんですね。石橋さん結構やり込まれてましたね、問題集。僕はインプットの方は1回だけフルでやって、はいはい、あとはもうひたすら問題集回して、はい、まあ回せば回すほど違った。はい、ものが見えてきて、なるほど、よかったかな。結局何回ぐらい回した感じなんですか、本番まで。もう数えきれない。うーん、10回とか20回とか、10回とか20回とか、もう数えるのやめちゃったぐらいの感じですね。佐藤さんどうでしょう。私も性格的にはもう三日坊主の性格なんですけど、1回目行政法、憲法、民法1回目終わった後に、うん、手帳に1週間のスケジュールを日曜日に書き込んで、はい、大体民法、行政法ってこう2日ずつこう、はいはい、1週間を続けて同じ科目やると忘れてしまうので、あ、なるほど、そういうことを繰り返して、はい、でそれを最後まで、うん、じゃあその1週間の中で何個かの科目をミックスでやっていくように工夫されたってことですね。そうです、なるほど、そういうことなんですね、じゃあ今日テキストをお持ちですけど、それは佐藤さんのテキスト、石橋さんか、それは僕がリーダーです。石橋さんか、ちょっとじゃあこれは、はい、
独特のものがあるぞみたいなのがあったら。独特。僕あの期日80を出てるところを、はい、ここに張り込んでいく感じですか。そうですね。あでそのたんびに、うん、その期日も一緒に回したんですけど、はい、あなるほど。じゃあこの択一やりつつも期日も一緒にやっていくようなイメージで。そうするとあの記述で問われているのと違う角度で、うんうん、同じ条文判例でも記述とか択一を一体化させていくって感じですよね、うん、なるほどなるほど、そういう感じなんですね、うん、まあとにかくね、あのボロボロになってる、なんか最後なんかここページが破れすぎてなんかこれ製本されてるような感じになってますよね。ありがとうございます、すいません。さあ、ここまでね皆さんにお話を伺ってきたんですけれども、この豊村ゼミ三重士みたいな感じで今日ご登場いただいてますけれども今ね勉強していこうと、そしてゼミも受けてみようかなって言われる方全国でいらっしゃると思うんですけれども、じゃあ野田さんの方からその全国の皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、豊村ゼミ、ゼミ付きの方がもう本当におすすめですので、ぜひ選んでいただければと思います。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ石橋さん。はい、ゼミは非常にやっぱりおすすめです。仲間を作って一緒に合格を勝ち取れると思います。頑張ってください。もう今2人が言ったことと同じことになりますので、あれですけれども、まあモチベーションを維持するっていう強い気持ちを持って勉強を続けるっていうことが非常に難しい、特に後半になってくると。そのためにも仲間というものがあったことが非常に力になりましたので、ぜひ検討してみてください。はい、で今日はですね、なんと石橋さんからですねこういうプレゼントをいただきましたので、皆さんこれありがとうございます。これはい、というわけでですね、豊村ゼミのですね三重士の方に来ていただきました。今回皆さん合格おめでとうございました。ありがとうございました。